Jasmine, 今日は挨拶のフレーズを一つ教えたいと思います。この have a は、必ずしも良い何々をというあの文章に直訳はできないんですけど、さようならの代わりにたくさんのパターンで使えるので、ちょっと一個ずつ説明していきたいです。Have a great time は、まあ、あの旅行に行く方とかに、まあ、楽しんでねという意味で使えます。あと、金曜日の仕事が終わった時に、Have a good weekend 良い週末を例えば何だろうお疲れ様の代わりに使ったりするのもいいと思います。で最後に、もうすぐあの1年が終わるので最後に、Have a great new year で良い年をあのこっちは良い新年をと書いてるんですけど良いお年をという意味でも使えるので、ぜひ使ってみてください。 Thanks for watching ありがとうございます。